伊藤沙莉、虎に翼がいよいよ最終回、30から50代女性が、好きな朝ドラヒロイン2020年第4位以下。伊藤沙里が日本で初めて誕生した女性弁護士で、後に裁判官を務めた三淵よし子さんをモデルにしたヒロイン、猪爪虎子を演じた NHK 連続テレビ小説、虎に翼ばさ、が9月27日に最終回を迎える。 自分の信念を貫くトラコの力強い姿に、毎朝元気をもらったという人も多いだろう。9月30日からは、橋本環奈主演のおむすびがスタート。橋本は後に栄養士になる平成ギャルを演じるが、9月16日には橋本のギャル姿のビジュアルイメージが公開されたことが話題になった。これまで朝ドラでは、多くのヒロインが登場し、視聴者に愛されてきた。 そこで今回は30から50代の女性100人に2020年以降放送の好きな朝ドラヒロインについて聞いてみた。アンケートサイトボイスノート調べ。第8位2.0%はカムカムエブリバディ、上白石モネと河江里奈、おかえりモネ、清原かやが同率でランクイン。上白石モネは2021年度後期放送のカムカムエブリバディ、 の三人のヒロインのうち、初代ヒロインの安子を演じた。14歳というピュアな少女時代から始まり、その後、長女を出産し、戦時下を生き抜くたくましい母親という役で、少女から母親への変化を演じ分けた演技力が話題になった。一生懸命なところが、彼女らしくて良いと思った、32歳、女性、主婦。 歌も演技も上手い、41歳、女性。河江エ奈は、同じく、カムカムエブリバディでの3代目ヒロインのひなたを演じた。同ドラマは3世代にわたる家族100年の物語で、交代制で3人のヒロインが登場。一人目は上白石、河江は深津エリ演じる2代目ヒロインの娘のひなた役で、昭和から現代を舞台に、 大好きな時代劇の世界で奮闘する姿を公演した。明るくて可愛いところが良かった58歳、女性、総務、人事、事務。清原かやは、2021年度前期放送のお帰りモネ、ね、のヒロイン、長浦モネを演じた。モネは、宮城県の気仙沼で生まれ育ち、気象予報士となって故郷への貢献を目指すというストーリーで、清原の繊細な演技が好評だった。 相手役の医師、菅波高太郎を坂口健太郎が演じ、二人の不器用な恋模様も視聴者の心をつかんだ。ピュアでまっすぐなところが好きだった、33歳、女性、パートアルバイト。清楚で良かった、32歳、女性。